皆さんこんにちは、浦和です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。さて、今回ご紹介する商品はこちら、アレス EMG ケルテックコラボモデル電動ガン RDB EMG がライセンスを取得。製造はアレス。 EFCS 電子制御システム搭載でモデルアップ。スペックですけれども、全長が 695mm、重量は 3040g、 インナーバレル長は 450mm、相談数は100発、 14mm 逆ネジ対応、 EFCS 電子制御システム搭載、エレクトリックファイアリングコントロールシステム略ですね、バッテリーはハンドガード内にリポバッテリー、ミニ S タイプが収納可能なんですが、ラージの T コネクタータイプということで、あとハンドガードをね、これ外すのに結構苦労するので、この辺はね、注意ですね。ここにね、あのダミーのピンが、六角っぽくなってるんですけど、これダミーであって、あの押し込んでね外すタイプになります。でマガジンが今これショートがついてると思うんですが、で相談数なんですけれども、マガジンが100連と130連っていうのがね、ショートとミドルがついてます。これ100連の方ですかね。一応ね、こちら書いてありますね、6mm×100 とで、両方ともね1個ずつ付属するんですが、スタンダード M4 系のマガジンが5巻があります。でカラーはブラックオーディ、がございます。こちら今がオーディ。で可変ホップアップシステム搭載、フルオート、連発、セミオート、単発、バーストモード切り替え式の電動ガンとなります。で実銃同様、金属製アウターバレルと高品質ナイロンファイバーボディで構成されてまして、アンビセレクター、左右どちらからでもねアクセスが可能です。でマガジンリリースボタン搭載と、これもねどっちから左右どちらからでもアクセス可能ですね。でセレクターバースト切り替えっていうのはね、バーストのね切り替えなんですけど、別売りの EFCS コントローラーであらかじめ設定することにより、セミオートポジションを3点バースト等の射撃モードに設定変更することが可能です。サイトの方はね、あの標準では今これついていないので、ドットサイトなりフリップアップサイトなりをつけてください。でホップアップは、マガジン外したところにオレンジ色のかなり奥の方なんですけど、これちょっと細い工具とかねじゃないとちょっと調整ができないんですが、実はこの辺にねなんかね工具あるらしいんですよ。プラに工具があるらしいんですよ、これで。これでなんかクイクイやるっていう人もいますし、まああと普通のね、使いやすい工具でねやっていただいても構いません。であとねスリングスイベルは、こちらこちらとここもねあるんですが、ここはね、この後ろの方のやつは360度こうぐるぐる回る形のスリングスイベルがついています。で反対側もそうですね、ついてますね。ここにも一応ついてるのかな、こっち左右、はい、で、センターにもねここもついてますね。あとはねちゃんとライセンス取ってるんで、まあ刻印とかがねしっかり入ってるのと、まあ、実銃であればねなんかここから廃墟するらしいんですけども、ここはねエアガンとしてはダミーでね一応塞がれておりますね、はい、じゃあ実際にね撃ってみたいと思います。はい、じゃあ弾速の方ね測っていきます。 80.41、81.93。 はい、じゃあターゲットの方ね、実際に打っていきます。はい、まずはセミオートから。フルオート、はいと打った感想ですけれども、まあブルーパップのねトリガーレスポンスって大体ね他のやつだとかなり悪い感じが、鈍い感じがするんですけど、これはねだいぶっていうかすごくねトリガーレスポンスが改良されてて、打ちやすく、なっております。あとはねスタンダード、まあ、今これちょっと純正のね P マグタイプのやつをね、入れてますけれども、スタンダード M4 マガジンがね一応使えますんで、この辺マガジンはねいろいろ使い回しできるかなと思います。トップレールとかね、あとアンダーにもねここにもレールが付いてますんで、皆さんの好みで、カスタムアップして楽しんでください。さて今回ご紹介したのはアレス EMG ケルテックコラボモデル電動ガン RDB。 ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。